はい、皆さんこんにちは。ですね、ちょっとご無沙汰しておりますが、YouTube 更新をさせていただきます。で、今回なんですが、奇形八脈を2回ほど話させていただいて、それに関してというより、まあそれに付随するね、その内容ではないんですけど、ちょっと奇形について質問がありますと、先日1年生の方から。あってですね、その時なんとなくもうもごもご答えたんですけど、ちょっとパッとしなくて、確かに私も上手に説明できないなということで、いろいろ調べさせていただきました。で、内容としてはこんなですね、先生、任脈徳脈はなんで循環していないんですか、ね、あとは表裏関係がないのはどうしてですかっていうことですね、よく勉強されています。よいしょ、ね、任脈徳脈、そう、まず任脈、ね、この辺から始まって、よいしょ、こんなんですよね。で、徳脈も大体ですよ、この辺から始まって、こうやってこんなんですね、確かに循環をしていない、ね、両方こう循環はしていません。と、もう一つはそのお腹と背中だし、もう位置関係的になんかまあ明らかに表裏っぽいのに表裏関係がない、うん、なんででしょうっていうことです。まあ確かにそうですね。で、これに関してはそのそもそも任脈徳脈だけじゃないんですね。奇形八脈すべてが循環をしていなくて、表裏関係を持っていないとされています。で、もう古典にそう書かれてるからって言えばそれで終わってしまうので、まあ私なりに多分こうなんじゃないっていうお話を今日はさせていただきたいと思います。で、まずはじゃあ古典はどういう書いてあるのかっていうと、まあ、順番が書いてあるわけですね、それぞれなんですけど、任脈っていうのはこの中極の下っていうところから始まって、でこれがおそらく縁因だろうと言われています。だから縁因から始まるんですね。縁因からこういく。で、徳脈は、下極の湯、これもどこだか分かんないけど、まあ、おそらく長距離じゃないっていうことでここから始まってる。で、ここから足に行くってことは、まあ、ないので、お腹を通って上に行ってっていう、こういうルチューが、まあ、古典には書いてあります。で、それに関して循環するしないっていうことはなくて、ね、まずはこういう経絡ですよっていうのを書かれています。で、ちなみに起承が書かれているのはここなんです。これあの小脈ですね、まあ、始まりだから、だいたい経絡はここから始まって上にっていうのが奇形八脈のうち特に、結構重要な任脈、徳脈、小脈のスタートです、ね、スタート、ここから上に。で、これに関して私の持論をいきます。あの、まあ、いろいろ調べました。あのこの1週間ほどですけど、この答えになることは載ってないですね。載ってなかったね。あのだから結論から言って分かんなかったんですけど、まあ、あのもうこうなっちゃったら中村説でいきますが、あの前にも言いました。奇形八脈はまあ、ちょっと進化論みたいな感じで、いきなりなんかそういうのがあったんじゃなくて、もともと奇形八脈しかなくて、それが進化の過程でいろいろ内臓とかができてきたことによって経絡も複雑化していって、それが十二正経になったって私は思っているので、当然昔に過去に戻っていきますが、どこまで戻るかっていうと細胞分裂ですね。先に言ってしまうと、一番最初に一つの細胞が二つに分かれたこのくびれ、これが任脈と徳脈じゃないと思ってます。多分ですね。細胞分裂時のくびれが経絡の始め、そもそもの経絡はこういう区分けだったんじゃないかな、細胞の、ね、で、それが、任脈徳脈で2つに分かれて、ね、さらに小脈が入ると細胞が4つになります。まあこれもうちょっとこうだけど、これ多分横からだから大脈とかね、そういう感じで8脈で1回こう最低限の生物としての数になって、それが原型でだんだん進化をしていって、で、進化をしていく過程でおそらく内臓というものができてきて、でここまでは循環するものじゃないんだよね。単純な区分けだからでしょ。だし、だから一方向でいいわけ、一方向っていうか、うん、ただ区分けがあるだけだから、ここがぐる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 回るわけじゃない、単純な区分けだけで、内臓にが誕生したことによってこいつらが複雑になってって、
経絡自体も複雑になっていく中で、内臓だからこそなんですけど、単独では内臓って働いていなくて、いろんな臓器とのこうバランスでなってますよね。だからそれを連結するためにはやはり循環する必要があって、そういう意味で十二正経、内臓に直接関係ある十二正経は内臓、臓腑って言った方がよかったかな、内臓、臓腑、臓腑に関係するのは循環が必要なのかなと、考えております、ね。ですので、まあ、そもそもの成り立ちがちょっと順番が違うで、今回いろんな本を読んでいく中で、まあ、こんなのがありました、ね。十四経八紀っていう古典ご存知でしょうか。そんなに古くないですが、十四経っていうぐらいですから、十二正経と二脈徳脈です。皆さんの経絡経血概論の教科書の元になっている古典だと思ってください。だからまあ近年のものですね。で、この中に、ね、忍と徳と一元にして二期、徳はすなわち永遠によって背に行き、忍はすなわち、永遠によって腹に行く、一にして二、二にして一なるものなり、うん、大変そうだな、まあ、要は忍脈徳脈っていうのは便宜上走行で分けてはいるけれども、そもそも一つの経絡ですよっていう表現ですね。こんなのも書いてあるのがありますね。そう、部位によって同じ一つの経絡なんだけど、お腹に行ってるのを忍脈と言いましょう、背中に行ってるのは徳脈と言いましょうっていう解釈です。だからまあこれはこれでありかなと。でこれを考えると、ここから分かれていったから、そう、これ自体に表裏も何もない。むしろ忍脈と徳脈によって細胞が2つになりましたよね。右と左が生まれたことによって、この忍脈徳脈を境に陰陽が分かれているから、ここ自体に忍徳そのものに表裏を求めるのがそもそも違うのかなと思っています。はい、というわけで質問に戻りますが、ね、忍脈徳脈はなんで循環していないのか、そもそも循環するようなものは、もう奇経八脈と正経十二経はそもそも違うものっていう認識、大丈夫かなこれ、うん、変なこと言ってますかね、言ってますね、でも気にしないでください。もうなんかそうじゃないと納得いかないんですよ私も、ね、循環してないと、奇経八脈自体が循環してない、分割の名残だからで、当然そこを何かが流れているっていうのがちょっとだから違うんだろうね。なので、循環してなくて、表裏関係っていうのはそもそも、まあ忍徳に限って言えばさっき言ったようにそもそも表裏も何もなくて実は一つのものっていうふうに、今回はお答えをさせていただくのでよろしいでしょうか。はい、じゃあまたご質問お待ちしております。